レクションカップ決勝戦、埼玉西武ライオンズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはライオンズの先発菊池がマウンドに上がりました。どんな投球をしてくれるんでしょうか。1回の表ホークスの攻撃、バッターは源田。さあゲームが始まろうとしています。先頭バッター歩かせました。ノーアウトから先制のランナーを出していきます。先頭バッターを歩かせるのはまずいですよね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターを ここはゴロを打つタイプ。ファーストランナースタート、盗塁成功です。これでワンヒットですね。空振り三振、三塁はタッチアウト、盗塁失敗、三振を奪った。ボールカウントは2ボール2ストライクです。高め打ちました。さあどうだ。さあライオンズ先制のピンチです。まあやはり後手に回りたくないですからね、ここは冷静に対処したいですね。うん、そうですよね。際どいがあっとフォアボールです。まあ怖い、打ちました。いい当たりだ。左中間に強い打球、この当たりはどう。ホークス1点を先制しました。フェンス直撃のタイムリーヒット、1対0。さあそして打席には森が入っています。さあピンチは続いています。まあ勢い、空振り、ここはランナーを変えさせません。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。1回の裏、これからライオンズの攻撃が始まります。ライオンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますホークスはご覧のような守備陣です。ホークスマウンドに上がるのは先発の今井。さあライオンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。源田が打席に入ります。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。インサイド落ちました。これはどうか。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターは3番吉田。ツーアウトランナーありません。バットに当たりません。三振、スリーアウト、チェンジ。反撃したいライオンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1回終わりました。1対0、1点リードはホークスです。2回になります。7番から始まるホークスの攻撃、バッターは浅村。ライオンズ1点ビハインドで迎え、ライト方向を流しました。これはどうだ。バッターボックスは8番杉本。菊池まずは先頭バッターを打ち取っています。空振り三振、バッターは9番に入っている中村。ツーアウトランナーありません。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回ホークス三者凡退です。1対0。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあライオンズこの回は4番から始まります。イチローが打席に入ります。ライオンズ1点ビハインドで迎える。高め打ちました。これはどうか。5番バッター矢野。ライオンズ同点のランナーが出ています。走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功。
この盗塁大きいですよ。レフトへ持っていった。さあそしてバッターボックスには山田が入ります。さあなおもチャンスの場面、まあここは同点にするためにも続いてほしいですね。サード、まあここは繋いでおきたかったんですけどね。まあまだチャンスは続いていますんで、しっかり点に結びつけていきたいですね。そうですね。さあこのチャンスでバッターボックスには外のボール打っていった。高い打球になった。繋がらなかったですね。このチャンスの間にね、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですよね。さあ打ち上げました。ライオンズ追いつきました。1対1振り出しに戻りました。バッターボックス辻、ライオンズこの回1点を入れています。さあ同点に追いつき、外の球打った。インサイド打った。ライオンズ勝ち越しました。3対1、さあリードしました。さあそして打席には秋山が入っています。さあチャンスが続いていきます。まあここはつなぎましたんで、得点差を広げておきたいですね。なるほど、そうですよね。打ちました。3回に入ります。ソフトバンクホークス打順よく1番から始まります。源田がバッターボックスに入ります。前の打席ではいきなりトップバッターを歩かせました。ノーアウトからランナーを出してしまいました。先頭バッターを歩かせるのはまずいですよね。さあ一塁にランナーを許しています。バッターボックスには柳田、そして一塁ランナーは源田。まあ盗塁もありえるんで注意しておきたいですね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。あっとここもフォアボール。バッターボックスには3番近藤。ライオンズ連続フォアボールでランナーを増やしています。制球が乱れてる。ストレート打っていった。さあそしてバッターボックスには吉田が入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが、ピンチは続きます。痛烈当たり。バッターは5番山川。ライオンズこの回1点を返されています。さあリードを1点まで迫られ、なおも逆転のピンチを。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。これで犠牲フライがなくなって、外の球打った。ボテボテに内野ゴロ。3回の裏、ライオンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは吉田。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。引っ張った。バッターボックスは4番一郎。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する。これでアウトを増やさずにチャンス打ちました。さあそして打席には矢野が入っています。さあワンアウトになりましたが、チャンスはまだ続きます。まあ、引っ張った。これはどうだ。今いい流れが来てますから、得点するならここですね。さあこのチャンスでバッターボックスには6番の山田が入っています。外れてフォアボール。いや選球眼がいいですよね。バッターよ、まあ、次のボールは見ていくタイプ。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。これではここで声をかけました。さあ注目しましょう。ここは中間守備ですね。押し出しでさらに点差を広げます。これはねバッターがよ。ライオンズ1点追加します。押し出しでの得点5対2。ライオンズなおも満塁のチャンスです。
ここで畳みかけたいですね。まあそして彼はチャンスに強いバッターなんでね、非常に期待が持てると思いますね。はい、その期待のかかる辻がバッターボックスです。中間守備で来てますから。低め打った。打順は1番に帰ります。バッター源田。ライオンズこの回2点を入れています。さあ3点をリードし、なおもその点差を広げて、外の球打った、セカンドの右。しかしこの回西武ライオンズ2点を追加しています。3回終わって5対2、西武ライオンズのリード広がっています。はい、は4回の表7番から始まるホークスの攻撃。浅村がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。振っていきましたが三振、ワンアウトです。打順は8番杉本。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、バットに当たりません。三振。バッターは9番中村。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどう打ちました。ライオンズ4回裏の攻撃になります。バッターは2番秋山。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たり打ちました。流しました。これはどうか。3番バッター吉田。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はタイミングが合ってますよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁、ファーストランナースタート、セーフ、盗塁成功。この盗塁は大きい。外れてフォアボール。いやそうですね、得点圏にランナーがいるとね、欲が出るんですよね。まあよく我慢しました。打ちたいところよく残しました。まあ向こうは併殺をね。空振り三振、前にボールを飛ばせません。前に飛ばしたかったんですけどもね、ただ次が勝負どころで頼りになるバッターなんでね。ストレートのフォアボール、ストライクが入りません。これでワンアウト満塁、点差を開いていくか。いやそうですね、得点圏にランナーがいるとね、欲が出る。ここは中間守備ですね。ここでさらなる追加点、ダメ押しの1点が。ライオンズ1点追加します。押し出しでの得点、6対2になりました。ライオンズなおも満塁のチャンスです。ここは中間守備ですね。しっかり捉えた。これ大きい。村上ダメ押しの一発、グランドスラム。素晴らしい一振りでした。追加点が入りました。西武ライオンズ10対2。見事な一発が飛び出しました。100球を超えてますから、そろそろ疲れも出てきているのではないでしょうか。バッターボックスは8番ビシエド。先ほどの打席で押し出しのフォアボールを選んでいます。いやーよく見極めましたよね。そうですよね。ライオンズホームランで得点を挙げています。いや西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや、外れてフォアボール。ツーアウトからランナー出ます。このランナー、ここは当然という交代でしょうか。ホークスピッチャーを変えます。左バッターが続く場面でマウンドに上がったのは佐々木。打順はトップに帰って源田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。走ってきた。キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。しかしこの回西武ライオンズ5点を追加しています。4回終わって10対2、西武ライオンズのリード広がっています。5回に入ります。ソフトバンクホークス打順よく1番から始まります。バッターは源田。今日は2つのフォアボールを選んでいます。三振になります。まず1つアウトを取りました。変化球で空振りを取ります。
これで2アウト。バッターボックスには指名打者の近藤。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきはアウト。このボールは外れてフォアボール。2アウトからランナーを出してしまいました。次が4球目、ストレートのフォアボール、ストライクが入りません。得点圏にランナーを進め、4球目は何で来るか。打ちました。これはどうだ。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。10対2、ライオンズ大量リードして、これから5回の裏、ライオンズ打順よく1番から始まります。源田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は打ちました。打席には2番バッター秋山。まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。さあ打ちました。いい打球だ。大きな打球になった。ライトバックバックバックする。今ゆっくりとサード回ってホームに帰ってきました。サヨナラ勝ち。劇的な一発、この人からサヨナラホームランが飛び出しました。ホームベース上でもみくちゃです。西武ライオンズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。勝った西武ライオンズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のホークスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズが快勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。本日は最後までご観戦くださいまして